いい感じに焼けたので、これを入れて、皆さんこんにちは、せいさんです。今日はこちら、ダイソーで買ったチョコっと粒あん使い切り小袋タイプっていうものを買ってみました。で、これは粒あんが小袋に分かれて入っていて、料理とかでちょっとしたものに使うことができるみたいです。で、なんでこれ買ったかっていうと、こんな感じでぜんざいが作れるみたいなんですね。で、今もうだんだん寒くなってきたので、外でちょっとお汁粉が食べたいなと思ってこれを買いました。で、これ前に購入したセリアのミニ焼き網ロースターなんですけど、これでお餅を焼いてお汁粉を作りたいなと思います。それではちょっと外に行ってやっていきたいと思います。行ってきます。歩行者の道と自転車の道が分かれているので、散歩の時とかも便利ですね。この道も割と新しいですね。私が小学生の頃とかは、こっちはもう全部立ち入り禁止の場所だったので、なんか地元なのに知らないところみたいな。はい、外にやってきました。じゃあ餅を焼いていきます。で、これ焼き網です。餅2つ持ってきました。これ焼きます。お餅を焼きます。シェラカップの中に井村屋の粒あんを入れます。お湯に溶かします。いい感じに焼けたので、これを入れて、お汁粉の完成です。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。
はい、戻ってきました。で、このロースターちゃんとお餅を焼くことができました。でアウトドア用途は想定されていないみたいなので、使うときは自己責任になってしまうんですけど、一応ちゃんと使えそうです。で本格的なアウトドア用のロースター買うと結構値段しちゃうんですけど、セリアだとこれが100円で買えます。であと今日シェラカップ使ったんですけど、やっぱりこれぐらいの量がすごいちょうどよくて、持ち手もついてるのでとても便利に使えました。これもキャンドゥで買った100均のキャンプグッズになります。こんな感じで100均のアイテムを使っていろいろ遊んだりしてる動画を他にも出しているので、興味があればぜひ見てみてください。この動画が面白い、ためになった、自分もやってみたいと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、また見てください。バイバーイ。